では運転席から、内装を見ていきたいと思います。ドアトリム周り特に気になるような感じのところはないですね。でスカーフプレート周りも、綺麗な感じです。内装はですね、元ブラウン仕様ですね。で運転席はブリッドの、フルバケが入っております。こんな感じですね。で助手席は、純正の革レザーのままとなっております。こんな感じです。特に擦れてる破れてるはなさそうですね。でステアリングが、社外品に変わっておりまして、こんな感じのディープコーンタイプですね。特に擦れとかはなくという感じで、若干こうスペーサーで、手前に来てますね。でダッシュボードですけども、特に乗り跡とかはなくて、まあ、うっすらちょっとここら辺の傷があるかなっていうぐらいですね。でオーディオはカロッツェリアの、デッキが装着されております。USB ポートがついてますね。こんな感じですね。でシフトノブが社外品入って、こんな感じですね。よいしょ、こんな感じの内装になっております。内装も結構ねこういうところとかも綺麗ですし、こんな感じでエンジンかけてみます。かかりはねスムーズですね。まあ吹き上がりの方も特に違和感なくといった感じです。よいしょ。ではトランクを見てみたいと思います。あ、結構もうトリム類を取っ払ってるような感じですね。もともと結構取っ払ってたのかな、なんかビスとかがそれぞれなくなってますね。あ、ここに入ってるんですね。こんな感じの、トランクで、スペアタイヤはですね、レスになってますね。で、助手席です。ドアトリム周りは、特に気になるところないですね。で、スカッフプレートの方も綺麗な感じで、なかなか内装は綺麗ですね。はい、以上 S2000 の内装でした。